中中西西君です、えー、予算の、えー、委託、委嘱審査ということでありますので、あの予算の中に使われている、えー、数字の精査を、えー、少しやらせていただきたいというふうに思っております。 あの3月27日予算委員会では、国債の想定金利の算出根拠についてお伺いしました。この3年間、算出根拠は、説明を聞いてみるとバラバラなんですけれども、答えはなぜか1.8%というもので揃っているのはいかにということをお伺いさせていただきましたけれども、あの同じようなもので、為替レート。 これについてお伺いしたいというふうに思います。あの資料を2枚ご用意をさせていただきました、資料、をまず2の方をご覧いただきたいんですが、支出管レートの計算機関という資料でありますけれども、支出管レートとは、あの防衛装備品購入ですとか、在外交換での支払いなど、 1>, えまあ1兆円を超えるえ外貨建,建ての支払いに充てるために、予算の編成時に設定するまあ当該会計年度におけるまあ為替レートのことであるというふうに理解しております。であの支出管レートは、過去の一定期間の為替相場の平均を取る形で算定をされており、あの直近5年間の支出管レートの算定方法をし表したのがこの資料です。このの資料を見見てていいただければ左の方から見ていきますと12 2ヶ月の算定期間12ヶ月の算定期間ところが最近になって1ヶ月10ヶ月3ヶ月とこんなふうに、ね、変わってきているんですあのこのこのように変わってきてしまっているもともと12ヶ月だったものが1ヶ月10ヶ月3ヶ月というように変わってきているバラバラになっているということについて、えー、麻生大臣財務大臣のご説明を聞きたいと思います麻生財務大臣あの基本的にこの資料はまず資料は合ってます。 あのお尋ねの支出関レートを設定するにあたりましては為替相場の平均を取るというその期間の長さが毎年度必ずしも一定ではない同一ではない12ヶ月前は2ヶ月前そういった客観性を変えているのではないかというのが多分ご指摘のところだと思いますので例えば平成27年度の支出関レートは直近3ヶ月半の間の 平均を取って110円と設定をいたしておりますけれども仮に例えば1年平均といった確率的な決め方をしてしまいますと平成時点、平成時点、毎年 11, 11月頃なんですがその時のカースレートが110円台後半まで 円安方向で動いている中にもかかわらず支出管令等を104円に設定することになってしまうということでありますでこれは最初から貨幣交換裁違った時には貨幣の交換裁減補填金というのは出すんですけれどもそれに大きく依存した執行となる可能性が最初からありますので 予算執行のの効率性の観点から避けるべきだと考えておりますしたがってマーケットへの影響を与えるのにはある程度は客観的な機械的な決定をあの方法というのをしつつもあのこ,れこれが来年はこれですというと財務省はこれだと言ったようなその方向に行くという,うにマーケットにいろんな影響を与えるということもありますので。 私どもとしてはそういったことをなるべく起こらないようにしつつ例えば為替の変動が一方的に進んでいる時期であるかなんとなくなだらかに進んでいる時期かなどそういったものも考えて平均を取ります期間を選択するなど為替市場の状況を総合的に判断して決定するということの方が合理的ではないかというのが基本的な考え方であります。 中西健事君。はい あのまあ、過去の為替相場を基準に出感レートを設定するということ自体は私は問題ないと思っています。しかし、その場合にどれぐらいの期間なのかというのは、ある程度決めを、いうか決めを行う必要があるんじゃないかというふうに思います。でないと、説明が矛盾しかねないということなんです。説明が矛盾しかねないというのは、申し上げましたとおり、金利についてどうなんですかという質問をしたときに、いや、1.8%というのが初めからフィックスされているわけではありません よと財務大臣はお答えになりましたでその上で、じゃ金利についてはどういう考え方で、えー、こういうふうに期間を設定してるんですかということを聞いたところ、資料1枚目に戻っていただきたいと思いますけれども、1枚目、下の方の下段の、えー、積算金利の算出根拠というところですけれども、あの算出根拠、えー、直近3年間、えー、じゃ平成25年、一番下が平成25年度予算、これは直近3年間の長期金利の推移を取りました。 次の年が直近1年間の平均金利を取りましたその次、今回の予算については、3年間の平均金利を取りました。3年、1年、3年となっているわけです。で、この1年のところを取り上げて、財務大臣はお答えになりました。どういうふうにお答えになったかというと、量的、質的金融緩和が始まったばかりだった安倍,政安倍内閣の最初の頃は、これはもう始まったばかりで、その平均といったものはありませんから。 極めて短期間のものしか取っておりません、こういうふうに説明されたんです。そして、量的質的緩和が定着しつつあると、平均ある程度、取る期間が長くなると、こういうふうに説明されているんですね。ですから3年、1年、3年の1年は短くなったと、質的量的緩和は行われてすぐだからと、こういう説明だったんです。ところじゃがどうでしょう、この為替、全く逆の取り方していますよ。この為替を見てみると、えー 元にまた2ページに戻ると、1か月、10か月、3か月ですから、平成26年度、指摘量的緩和を行われた年に向けての予算編成、これのときに長い期間を取っている、そ,うそれ以外の指摘量的緩和が大臣の言葉をお借りしてれば、落ち着いたということかもしれませんけれども、そのときに短い期間を取っている、これ、説明、矛盾してますよね。 こうしたところに矛盾が取り繕う説明をされると、矛盾が生じてくるんじゃないですか財務大臣あの今、ご指摘のあった平均の話ですけれども、これは石炭金利と質感レートで平均を取るという期間が異なっているのは、それはそれぞれの時期によって異なっているあの市場、だって市場の場合国際市場と関替市場とありますけれども、市場の動向をある程度、 あのきめ細かく観察する必要がありますので、勘案する必要がありますので、平均を取る期間が異なるということに、特に問題があるとは考えておりません中西健二君あの。異なることに私は問題があると言っているわけではなくて、異なる方向性がまるっきり逆になっちゃっているということ自体が、説明として破綻をしているんじゃないかということを、私自身は申し上げたいというふうに思います。ここれはあの、えー、申し上げさせてていただきますが、あのー、こうやって 為替相場の状況に応じて、算定期間を短くしたり、長くしたりとすることというのは、それ自体が来年度の為替レートについて、どっちの方が近いのかなということを言っていると、要するに、財務省の相場感が入ってるんですよ、来年度の為替レートは直近に近いのか、それとも過去1年間の平均に近いのか、相場感を入れて予算の中でレートを入れてるということなんです。これが いいいのかかどううととこですあの初めから 1, 年あの1ヶ月直近だというふうに決めるのであれば、それはそれでいいでしょう。けれども、直近の数ヶ月にするのか、10ヶ月にするのか、12ヶ月にするのか、そのとことに決めていくというのは、まさに来次の年の為替レートについて財務省がこ,うこっちに近いと言っていることに他ならないと思いますけれども、これについて説明つきますか麻生財務大臣 あの今言われましたのはそれはおっしゃる意味はわか,からんわけではありませんけどもあの例えば足元で一定方向の動きであれば直近の値を反映するために短めの期間を取ることにしているんですが例えば27年度の編成予算あの編,成編成をいたしました時には去年はあの9月から11月ぐらいの場合には円安方向への動きの途中でしたんで。 10月の中旬ごろで一旦落ち着いておりますというかたわらあの25年度の予算編成時の時はこれは 11,、えっと、あれだ11月の半ばから12月の半ばごろだったんだと思いますが一本調子で円安がダーッと進んでいる時でしたんであの外国為替相場の動向もその年によって様々ならもう中西先生よくご存じのとおりなんで従ってこれは一律に長めとか短めとかいうような 1>, 1ヶ月とかいったような確実的なルールを設定するよりも市場の動向はある程度きめ細かく緩和する方が必要だと思ってるんですがその時に財務省の意向がそこに反映するのが 当たたれれい,いけど外れたらどうすると間違う可能性もあるんじゃないかと言われればそれは我々も正確にそれが全部わかるわけではありませんのであのちょっと正直申し上げてそこのところはこれと思ってやってるんですけれどもなかなかさようなわけでいかないんですがなんとなくあのきめ細かく勘案することということでこれは合理性を持たせなきゃしょうがないかなという感じであります。 中西健次君あの外れるのは仕方ないいと思いますですから私は当たり外れのことを言っているわけではありませんけれども、しっかりとルールとして決めていかないと、ここに財務省の見込みが入っているとしか思えないということなんです、で財務省は為替レート、将来の為替レートについて、見通しなどは一切公表しないということが、えー、公,式な公式な見解になっていると思います。しかししかこのの予算案の中には少ななくくとももそうした相場感がはしなくも 一旦現れてしまっているということが私は問題だというふうに考えているんですですので直近の相場が今の次の一年に一番近いということであればもう直近一ヶ月一日だったり常時になっちゃうかもしれません一ヶ月なし三ヶ月そうした決めを行った方がよろしいんじゃありませんか麻生財務大臣 これちょっと繰り返しになるかもしれませんけどこれはなかなか判断の分かれる分かれるところだと思いますんであの決めちゃうというのはちょっとどれくらいの期間を決めちゃうかというところでまたちょっと随分差が出てくることになりますんでちょっとその時の流れとかいうのをちょっと十分に勘案する努力はしないとこの間だけ決められたものはパッとそれでフィックスしちゃうというのもちょっといかがかなという感じはします。 中官相場感が入っているということは、まずあの普通に考えれば、そう考えざるを得ないということだと思いますのであの、そこはやはりルールは決めていただきたいというふうに思います。で、ちょっと国際費の方の、えー、に、えー、少し戻らせていただきたいんですが、申し上げてとおり、過去3年間あの、取る算出根拠として見て、えー、取る期間が3年、1年、3年と動いてきたということなんですが、それと同時に、ここの,あのバッファーの部分ですね。 金利の急上昇に備えててバッファーを取っていますでこのバッファーが平成25年度予算のときには、下から見ていっていただきたいんですが、0.8でした、でそれが1.1、1.1と、この2年間、1.1ということになりました、これはアベノミクスで金利変動リスクが高くなったから1.1としたということでよろしいでしょうか。うん 松尾財務大臣これは今一定期間の平均金利と過去に金利が急上した時に金利上昇幅等々を参考に石炭金利は決定しているんですけれども26年度の場合で言えばこれは例の運用部ショックで我がガショックのあの BAR のショックの際の金利上昇幅がプラスマイナス1.1%だったっていうのを勘案したのが事実ですしまた27年度の場合は直近3年間の平均金利0.7%程度これはその25年度も約0.7%程度だったんですがあの今申し上げると同じようにあの 金利上昇幅はプラスマイナス1.1%を勘案した結果 1. 8、1セント8%プラスになったということであります中西おっしゃられた資金運用部ショックもバーショックも、これよりずっと前の話であります、それが0.8から1.1にバッファーを大きく取ったというのは、まさに量的質的緩和、大胆な金融緩和をやって、その後金利変動幅が大きくなるからということに他ならないんじゃないですか。 松尾財務大臣委員長あの、今言われましたように、これらの年度における石炭の金利の話なんですけれども、過去の一定期間の平均金利と、その過去に金利が急上昇したときの金利上昇幅を参考に設定するという考えのもとで。 具体的な係数の取り方については各年度においていろ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 違っておりますけれどもいずれにしてもあの金利の動向などをこれは総合的に勘案してこれ適切に判断していくように方法がないんですがあのなかなかこれも今言われましたようにこれ以上しゃべるとこれ非常にまた。 この話そのまま抜けますんでちょっとこれ動かれると困ることになりますんでましてや相手が中西先生となるといろいろ市場でも有名なんでちょっとなかなか難しいんですがあの不足の影響を与える可能性もあるんで差し控えさせていただきたいと思いますがあの今我々としてはまだ量的質的緩和が定着しつつありますんで少し長めの平均を取るといったようなあ,のある程度考え方を持って おりますけれどもその際急上昇をされた時の変動幅をどれだけ保守的に見るかっていうところは あのこれは総合的に緩和していくうで、ね、他に方法がない、高木検事君あの申し上げましたとおり、こまあ、支出感レートにしても、えー、国債費にしてもあの、えーえー、見る期間について、えー、客観的なルールを決めた方がいいと思いますし、このバッファーについても、このように安倍政権になって大きくなっているということは、当然そこの金利変動幅を大きく見ているということに他なりませんから、まあ、そこら辺あのしっかり説明ができるようにしておいた方がいいんじゃないかというふうに思います質問もあります。